松崎町の海岸の風景、長八の宿は、杖義春による日本の漫画作品。1968年1月に、ガロに発表された全24ページからなる短編漫画作品である。杖義春の一連の旅物の一つ。1968年に発表された最初の作品で、同年には、その後、二股渓谷、オンドルゴや、本やらほらの弁算。 ネジ式、厳選館主人、もっきり屋の少女と、多くの告げの代表作が発表されてゆく。本作は、中でも最も明るく精劣なタッチで描かれている。実在する旅館、山光荘をモデルにしている。告げは、作品発表の前年にあたる1967年8月に、山光荘に宿泊している。旅から、作品の完成までわずか2ヶ月しか意しておらず、当時、 次は旅を始め間がなく、自然から受ける印象と旅の気分に浸っていた時期にあたる。主人公が実際にパンフレットを読んで聞かせるシーンがあるが、後に次はよくこんなシーンを自分で作ったなと感心している。主人公の青年は西伊豆の松崎町に出かけ、入江長八の固定在庫で有名な長八の宿開封層に泊まった。主人公は その宿の下男でひょうきんな性格の実さんと親しく、なり、宿の娘マリのことや、その恋人のことまでを聞かされる。その昔、実さんは、千葉で漁師をしていたのだが、嵐のために遭難し、松崎まで流れ着いた。実さんは、門外不出だという宿のパンフレットを、懐から取り出し、宿の娘マリちゃんの文才の自慢や、エッチな女中のトヨちゃんのことなどについて取り留めなく、 話し出す。松崎町は固定細工で有名。中瀬帝西伊豆松崎町の山光荘という旅館が舞台になっており、宿の内装や伊豆の雰囲気が細やかに描かれている。作品では開封荘となっている。山光荘の女将は、その16年後の1983年に、げ吉春宅にお礼を言いにやってきたことがあると、貧困旅行記の中に書かれており、 現在も年賀状を交わすなど進行があるという。女将は、杉義春の住所がどうしても突き止められず、マスメディア関係の客が偶然宿泊した際に、依頼して、ようやく尋ね当てたものであった。作品は、山光荘が、モデルではあるが、内容はすべてフィクションなので、杉自身は宿に迷惑をかけたのではないかと、心配していた。山光荘は実際は、 元作り酒屋で廃屋化していたものを、おかみさんがどうしても宿屋をやりたくて改装したものだった。しかし、作中では、元網元が宿屋に転業したという設定になっている。宿の娘で、東京の大学で小説の勉強をした、マリちゃん、エッチな女中のトヨちゃん、下男の実産などが登場するが、いずれも創作である。しかし、実際に当時女子大生の娘がいたのは事実で、 おかみさんが、つげの自宅に礼を述べにやってきた際には、娘さんの夫の運転する車に連れられてきた。また、作品に登場する人物が2014年5月現在では、働いており、繁忙期のみの手伝いなので、運が良ければ会えることがある。つげが、伊豆半島を訪れたのは1967年8月10日、54歳の時である。山光荘は、開業1年目で、 まだ固定客も少なかったという。その後、テレビ、遠くへ行きたいに取材されたり、横溝正史原作の映画にも利用された。同行は、唯一の友達、T くンこと、立石慎太郎。西伊豆は、当時まだ未開発でひなびており、行くなら今のうちだと噂に聞き立石の車で、三島から伊豆半島へ入った。一泊目は、湯ヶ島の瀬古峡に面する、湯川屋に投縮。 カジイもトジロも絶賛したというあたりの警告日に、修善寺温泉などより格段に優れていると、絶賛している。次ゲラは、その後、天木峠越えはせず、来た道を少し戻るとひどい悪路のトイ峠を越え、途中浮首の小金崎を見て、西伊豆に入っている。道賀島から松崎を通過し、ひなびた岩浜で多少泳ぐ。雲見で、で少し遊び妻漁へ向かおうとするが、 道が未開通でやむなく、松崎へ引き返したところで日が暮れたため、宿探しをするが、どこも満員で断られ、門構えの高級感が告げ好みではなかったが、長八の宿、山光荘に宿泊する。その日は、土蔵の二階の山光荘で最も上等の部屋である、長八の部屋に通された。料理は、タイのおら付きで女中が三人付き、盆踊りの夜で浜風に乗って、 太鼓の音が聞こえてきた。翌日は、半島東端の色を咲き、下田を見学し、伊東近くの八万屋のひなびた釣り宿、釣り柵に泊まっている。釣り柵では、小学に、三年の辺にまぜた女ジ児ジがおり、しきりに話しかけられる。女ジ児ジは全身に蚊に刺されたようなお出来のように可能した炎症を持っていたが、女ジ児ジは、宿の子ではなく、宿の主婦の妹の子で預かっているとわかる。告げは、 後にこのエピソードを庶民、御塾に利用した。釣り作では立尺が急に不機嫌になりだし、翌朝には宿の女児と二人で女児がやっぱの岬と呼ぶ、岬の橋立という場所へ行く。中上節理の岩場で、告げは思わぬ気象を見つけ感激する。千葉県出身の実さんは、台風で船ごと流されこの地にたどり着いたという設定になっているが、告げの義理の祖父は、 漁師で実際に台風で伊豆方向に流された経験があるのを、継は聞いていた。義理の祖父は伊豆に流れ着いたわけではなく、帰りは東京湾によって築地あたりで魚を処分したという。この話が継の脳裏にあり、空想に混ぜた。ただし、人物造形においてモデルは全くない。高野心臓が赤い花の構想を聞いた頃に、 南風という長編の話を聞いているが、恐竜譚の一種である南風の主人公だった、初老男性を、高野は実産の原型ではないかと質問したが、ないですねと一言答えた。また、宿の娘まりも実際の娘をモデルにしたわけではなく、娘がいるとは聞いたが、会ってはいないと答えている。全作品に共通する姿勢だが、告げは徹底して、細部のリアリズムにこだわる。例えば、 漫画に使用される方言には、田舎の人といえば、東北なまりというようなパターン化された人物が出てくることが多いが、そうならないよう注意している。実さんが、おめと相手に呼びかけるセリフが幾度となく出てくるが、普通なら、おめえに決まっているが、そうならないよう注意している。おめ、ハイライト数かというセリフも、わざわざタバコを一服進めるのだから、憩いや申請では平凡で意外性がないし、 ハイライトと言わせると、実践らしくない意外性があるが、作りすぎているのではないかと疑ってみるのだという。ありがとうございます。